クリスマスを前に緩和を求める声が強まっていましたイギリスのジョンソン首相は23日新型コロナ対策のためにイングランド全土で今月5日から実施しているロックダウンを予定通り来月2日に解除することを明らかにしましたこれは国民の声や感染状況に一定の改善が見られたことを受けたものでこれまでの地域ごとの警戒制度に戻します